死に装束、死装束とは、抗議には、死者に着せる装束を言う。世界に偏在するが、時代、歴史、文化、宗教などによって様々に異なる。なお、聖、ムクロ布が有名なキリスト教圏のシュラウドのように、装束でなく、布をまとわせる文化も多く、それを死に装束とは言わない。しかし、葬儀の際に死者に着せるフューネラルドレスは、 欧米文化における死に、装束の一種と言える。仏教文化圏における死者に着せる上へ、すなわち、死者を、僧の姿になぞらえた、教科扉とその別名である、教異、生前に着ることから、そのように呼ぶ、獣異なども、死に装束の一種であり、これらを教義あるいは、教義の一つと捉えることができる。浅の匠頭の切腹。 2009年赤荻祭にて撮影された赤荻事件のコスプレ、アサギではなく白い紙紙も使用している。日本では切腹する際の装束も死に装束といい、日本における伝統的な死に装束は白色を基調とすることから、切腹する際の死に装束は白装束であった。ただ、このような武士の切腹のイメージと白装束のイメージが、 あまりにも強く関連付けされてしまうがゆえか、白装束を死に装束の別称と誤解もあったが、実際には創始の壁決の孤児ににちなむ浅木色であり、新選組もこれにちなんで浅木色の羽織を着ていたとされる。しかしながら、白装束には白い衣装という本義と白ずくめの衣装という語儀、吉祥寺に用いる白い衣装という語儀、及びそのようにして用いられる。 衣装全般の意味があるのみであって、武士の死に、装束にも用いられてきたに過ぎないため、死に装束の別称とは言えず、辞典、辞典類にも、そのようには記載されていない。日本においては、農棺前に個人に対して施されるものであるが、多くは、武士式で巡礼者、または、修行像の衣装である。これは、古くから、葬儀は、武士式で行われ、死者が浄土へ、 死での旅、または善光寺などへ巡礼することを想定して用意されたもので、死での旅を解かない浄土真宗では、このような意味での死に、小族は施されない。死に小族は、古くは親族によって用意されていたが、現在では、葬儀業者の用意したものを使用することが多くなった。また、個人に対して、特別に仕立てた死に小族を施さずに、 浴衣や個人が愛用していた服を着せ、特別仕立ての死に、装束は遺体の上から被かせたり、館内に入れるだけであったりもする。なお、神道やキリスト教などでは、特別に仕立てる死に装束に相当するものはないが、神道では神主に近い形の白い装束がある。なお、着用については教肩ビラを左前とし、鉄鋼、キャハン、草履を左右逆とすることが多い。 ありがとうございます。